お、おし来た。おし来た。来た来た来た。よし。来た。来てる。おし来た。リアルフィッシュは飲み物です。皆さんこんにちは。デュオの橋本康弘です。今回ですね、東京湾奥河川にてデュオベイルーフのねソフトベイト BR フィッシュ、そしてジグヘッド BR ヘッド、このね組み合わせで東京湾奥のシーバス狙っていきます。今ね秋のいいシーズンですのでね、なんとか数が釣れるように頑張っていきたいと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。早速行ってきます。さあ、日が落ちてきまして、ねどんどん暗くなってきました。橋のね、ライトもつきまして、これからどんどん、ね、暗くなっていけば、しっかりねこの明るいところ暗いところね明暗ができてきます。まだその境目にね、ベイトが溜まってきて、それを狙うシーバスがいると。そしてそれをこちら BR ヘッド BR フィッシュ、これをね、明暗についたシーバスを狙っていきたいと思います。はい、今日の濁流です。9.7 フィート、ね柔らかめのスプリングロッドを使ってます。リールがですね3000番、ね、1回転88センチ、ラインが細め、ピギーラインの 0.652、 リーダーがねフローカーボンの3号、これでね、接続してます。やっぱり、ね、ワーム使うときはですね、ナチュラルな動き、ね、自然な動きを出すために細めのラインがね、いいと思います。あとやっぱり飛距離も出るんで有利に働くことが多いです。今回はこんなタックルで使ってます。ライムゴールドです。ヘッドは今 9g、 ちょっと重くしました。おい来た。あーくそ、いるいるいる。 BR フィッシュの 9g でライムゴールドに変えたらね、当たりがちょっと大きくなりましたね。少しレンジ下なのかな。今日ちょっと朝から冷たい雨が降ってたんで、少し低下勢になっちゃっているのかもしれないですね。暗くなってくればなんとかいけそうな気がするね。バイトが少しずつ大きくなってきた。はい、来た来たよ。よし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 、巻き合わせですね。乗らなかったんで、当たっててもずっと巻き続けてたらグーって入りましたね。おい。入んない。入んなかった。東京、東京シーバス BR フィッシュヒレピン来ましたね。やりました。 9g ですね。色はねライムゴールド、いつでもどこでも誰でもカラーです。やり、今度チャートいきます。黄色でね、とにかくねこうまっすぐ刺してください。何が何でもまっすぐ刺していただくと、これが釣れる肝でございます。同じ 9g ですね。やってみましょうか。ちっちゃい当たりが続いてて、しばらく乗らなかったんですけどね、当たった瞬間にすぐカンって合わせるんではなくて、まあシングルフックなんで、どちらかというと当たりがあってもね巻き続ける、でグーって重くなるんですよ。そうするともうフッキングしてます。あとはもうスイープにねグッと引いてくれれば深く刺さりますんでね、針は、まあ、かなりこう針先も鋭く、まあ、細軸使ってますんで刺さりは抜群にいい。それでいて人性のある素材使ってるんで、大きい魚がかかってもねクッション性があって、しっかりねこうキャッチできるような針になってます。意外と遠い方ですね当たるのがね。あ、来てる。もう何があっても巻き続ける。巻き続けるのが大事です。
合わさず巻き続ける、重くなるまで。来た、あ、手がね、来た、よし、よし、来ました。元気ですね。よし、じゃあカメラマンさんの前の方で、よいしょ、ちょっとサイズ下がっちゃったけど OK ね。見てください、この本気食いです、ほらスパーンと鼻から丸飲みでございます。BR フィッシュチャートですね。サイズは下がっておりましたけどね、まあまあやっぱ嬉しいです、釣れるとね、よかったです。丸飲み、 BR フィッシュは飲み物です。入れします、 Thank you。 まあレンジとね、レンジが合ってるんでウェイトは同じにします。まあ、当たりがなければね、極力ウェイトを変えていただいて、いろいろね、で当たりがあったらそのウェイトを続けると。まあ、ロッドのポジションもねしっかり覚えておいていただいて、同じレンジを通すっていうのが、いいと思いますね。はい、色変えました、このオレンジ系ね、常夜灯カラーなんで、オレンジ灯明暗には強い色になってますよ。オレンジゴールドね。今は満潮の潮止まりの時間帯なんで当たった、正直よくはないんですけど、もうちょっとこれがね下げ出したところでもうちょっと良くなるかなっていう感じはしますね。当たらない、ちょっとワームが曲がってる可能性が高いですけど、曲がってますね、やっぱね、まっすぐ刺せと言ってる本人がちょっと曲がってる。片目をねつぶってこう刺していくとまっすぐ刺せる気はします。もうまっすぐになった、まあ、当たりがあってね乗らない時はワームがちょっとずれちゃってる場合もあるんで、まあ、押し込んでね刺し直してください。来てますよ、あーダメ、よし来た、よし、あーちょっと可愛いサイズですけどね、今度手前できましたね、よいしょ、かわいいの来ちゃったこんなかわいいサイズでも丸飲みです。聖子ちゃんね、綺麗な反転入ってます。結構ね手前で食ってきました。なんかねちっちゃいベイトにこうちょっとボイルしてたこうかなと思います。絶好調だね、まだ針ピンピンだな。はい、ベイホワイトです。釣れたら必ずねリーダーチェック。 OK、 まあルアー自体がねこうブリブリ泳ぐものとは違うんで、やっぱジグヘッドワームは細いラインの方がナチュラルな動き、自然な泳ぎが出やすいですね。お、魚っけ出てきたね、魚っけ急に出てきた、水面に生命感が溢れてきてます。来た、よし、今度はバレないで、可愛いサイズですけどね、
ぱ水面にこう生命感が出てきたタイミングで投げ入れたらヒットしましたね。ゆっくりゆっくり、かわいいサイズだけど、ベイホワイトですね。はい、ベイホワイトです。ボクシスっぽいでございますね。ヒレがすごいね、ヒレが大きくてかなりかっこいいします。リアルフィッシュ 9g、 ベイホワイトです。やりました。はい、ありがとう。極刑。さあ、だんだんこれから満潮からのね、下げ潮に変わっていくんで、本番の時間帯です。さあ、まっすぐさせましたよ、BR フィッシュ。まっすぐさす、これがね、超大事です。行ってみましょうかね。さあ、もう長かった、ちょっとね、無の時間が過ぎて、あ、いいとこ入っちゃってる、これいいとこ入っちゃったよ、これ来い。水面にだいぶ生命感が出てきてますね。やっぱね、こう潮が効いてない時はね、当たりが小さくてなかなか乗らなかったんですけど、やっぱ流れが出てきて、ベイト系が出てきたタイミングだと、やっぱりね、しっかりこうフッキング至りますね。当たってもこうすぐパーンって合わせるんじゃなくて、プラグと違って巻き続ける。なかなかね、こう反射的についつい合わせてしまうんですけど、早合わせすると口の中にね、針が届いてない場合があるんで、重さがしっかり乗るまで待ってあげて、でグーッと入れば飽きてる。グーッと入ればね、こんな感じでこうスイープの合わせ、バチーンというよりかは見事に当たりがね、違うね、やっぱね。まあ、地合いというのか、なんというのか、まあ、地合いというか、まあ単純にやっぱ流れなんですよね。流れ来てるよ。あ、来た。今度はバラさないよ。バレないで。よいしょ。よいしょ。じゃ、もう一回バシャッとやった後に、さあおいで。かわいいけど、かわいいけど、はい、釣れました。今度は鉄板パールホワイトですね。シラスパール、まあクリア感もありね、パールもあり、リアルフィッシュフィッシュ、リーします。はい、ありがとう。セグロカタクチ、1投目、とにかく全部丸飲みです、ね、糸かかってるね、もう絶対バレないような。はい、綺麗にさせました。色は金赤です。おっ、おっ、来た。よし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 、釣れるんすよね、ビオルフィッシュね。こちらもばっくり丸飲みでございます。ほら、UV シルバー、シルバー系いきます。よし、来た。よしよしよし、 UV シルバーですね。やりました。ソルト、土定番イワシからですね。よし、来た。よし、はい、釣れました。
今度も口の中すっぽり入ってます。キレナガグリーンいきます。ウェイトは変えずです。 9g よいしょ。来てる。お、来た。キレナガグリーン、もちろんすっぽりでございます。キレナガグリーンでした。やっぱりね、この明暗の釣りってすごくやっぱポイントとして分かりやすいんで、まあ誰もが、ね、釣りをしてる、まあ、ルアーを投げてる可能性が高いポイントなんですよね。で常に日頃からこうルアーを投げられてる場所なんで、魚のプレッシャーっていうのも高かったりもしますね。プレッシャーかかってる、釣れてる魚が多いっていう可能性もあるんですけど、やっぱそんな中でもね、こうソフトベイト BR フィッシュは、まあ、柔らかさもありサイレント性もあり、非常にこうナチュラルで自然な動きなんで、ね、そんな擦れた個体とかプレッシャーが高いエリアにおいても有効なルアーであります。なんでぜひね、このポイントを見切る前とかにもね、ぜひこの BR フィッシュ投げていただくと、また当たりが引き出せるっていうのがね、あると思います。よし、来た。これでコンプリートだ。手持ちはコンプリート。はい、チャートシルバー来ましたね。 BR フィッシュの 9g。やりました。お疲れ様でした。秋から冬にかけてですね、東京湾奥河川、BR フィッシュメインにシーバスにやってきました。結果ですね、まあ、数十本釣れまして、まあ、正直ね、これからずっと続けてもおそらく数は伸びたと思うんですけれども、まあね、全部多分魚入りきれないと思うんでね、動画の中に、今回ねこれで、終わりにしました。まあですね、やっぱりワーム非常に強いと思います、ね。ミノシンキングペンシルバイブ、ね、そういったルアーを投げていただいた後にですね、まあ、フォローとしてローテーションに加えていただくとね、さらにもう1本釣れると、いうこともございますし、やっぱり、ね、プレッシャー高いところとか、釣れた魚が多いエリアにおいてもですね、やっぱソフトベイトとっても有効になってますんで、 BR ヘッド、 BR フィッシュ、こちらをセットにしてですね、ぜひぜひ皆さんにお試しいただきたいと思います。まあね、今秋冬ですけれども、来年になれば春になりましてね、バチ抜け始まります。その時もですね、まあ、3g ヘッド、5g ヘッドお使いいただければですね、バチ抜けにもね、バッチリ対応していくと思いますので、こちらもぜひお試しください。それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。